と時ドさんとかもゴーキサーディに行くのかな、名古屋行かなそうだな。いや、だからそうなんですよ俺も行かないんですよね、別に <laughs> いや、でもあんだけ言ってたから言ってほしかったな。あんなにゴーキゴーキって言ってたから見せかた。いや、でもかな。ゴーキゴーキではあるんですよ、今も。 うん、でもその「ゴーキ来たらマジでやるわ」みたいなのはちょっと逃げてるなって反省したああまあそうだねそうだからその「ゴーキー」友の時もまあ別に剣でやっぱねその基礎基礎を今高める時おおいいね偉いねで今実際ゴーキに備えてちょっと同意キャラ練習してる人は結構いると思うやっぱりそのゴーキ を使うにあたっってて一番大事なな技術って多分対空勝利なんよねはは、うん、はいはい、はいもうそれができるかできないか全然違うからまあ対空勝利と弾の打ち方この2つやっぱ多分合気でも使うから、うん、そこを<や>に備えてる人は多いと思う合気ねみんなやらないでほしいいやもう合気はほんとにすごいから人気もうマジでやばい同儀やってた人は許せるけど 道義やってなかったにいやいや、ちょっと豪キきますみたいな、ちょっと俺、同体 NG なんで。ゼロソ君、あの、それはね、豪キを舐めてるわ。<laughs> あの、豪キっていうキャラを舐めてるわ。豪 <laughs> キの人気をうん、豪キっていうキャラは、すべてのことができるキャラだ。え、じゃもしかして、まあ、今までなんか、ま、ガイルブラダーの、うん、何年ブラダーって、こんなキャッキャしてるじゃないですか。そう。うんうん、もしかして豪キって大都市 いやそうよいやってか合気は本当にすごいよなんかもう別に例えば波動昇竜今俺大事やって言ってたけど、はい、波動昇竜できなくても合気使えるからねなめたキャラだな百鬼0機臭でだ飛んだり跳ねたりももうめちゃくちゃできるし攻めもできる守りもできる、うん、ジャンプもできる話もできる駒投げもできるなんか全部るあれあるあれあるですよねあのキャミーのさフ<う>リガンみたいなそうそうそう 百鬼、残空、昇竜。そう、百0もあるしあの、キャノンストライクみたいなのもあるからね。で、チュンリーぐらい足早い。そんで、チュンリーぐらい足早いからね。らゴーキーっていうキャラは、<め>全ての人の受け皿になりうるキャラなの終わってるな。だから、同義か、だって同儀の使いが有利なんやけど、どうん、誰でも使えるから、ゴーキーは人気キャラなのでもなんか、6のさ、システムでさ、うん、後ろ飛び、残うん。 なんかマジヤバそうだけど、やべえゲージねえってなって後んん、後ろ飛びザンプ、まあ、後ろ飛びザンプはできないと思うけどね。ピュ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 。うん、多分あの、もうそれはマイジャンプからしかできないと思うけど、まあ俺はラッシュ春国から、し<あ>ラッシュから春国が出るのが、<あ> <laughs> ワンボタン出るのが強そうだなとか思うけど。まああのー、動きはだから、どんな感じでくるのかなっていうのが、やっぱ楽しみ。 だね本当でもなんかごつかったからなそうだねだ,だから分からへんのよねどうなのかだから5期ってはいはいそうさっき言ったように大都市やん大都市の中でうん、うん、一番強いから時藤さんはすごいって話だよね確かに、うん、そうと大都市のトップやから大都市でトップとのって大統領なんだそう大統領マジでないだやばいからだからすごい みんな地方で強いだけじゃなくても、も地方が強そうそうそう。う国単位で一番強いんだ。そうそうそう。そうだね。もう、そう。国王だね。<王>ってぐらい人口いるから。ゴーキは。大統領時、レント時戸。ハイブルーとか、マジで、ランク前やったらもう、ゴーキ、ゴーキ、ゴキ、ガイル、ガイル、ゴーキ、ゴキ、キャミン、ゴーキ、ゴーキ、キャミン、ガイル、ガイルみたいな。一時期ね、もうシーズン2の時とか、すごい偏ったねもう。もう、6位やばいんじゃない 豪気、豪気、豪気、豪気からの豪気。今さ、エドめっちゃ多いやん。確かに、今ですらエド多い。で、エドってクソムズキャラで、しかも、まあなんか新しいキャラやん、比較的。だから、そんなにみんなが使うわけでもないって性能のキャラですら、めっちゃ多いやん。確かに。これが豪キ出ようもんならもう、えらいことになります。 俺はそこら辺のミーハー合気プレイヤーとは違うんだ。って多分みんな思ってるんだね。<laughs> <laughs> みんなか。そう。だから、それを抜け出すのは至難の技ってことだね。そう全員そう思いつつ、俺は合気は昔から好きだったってプレイヤーが一斉に指導するから、まあそこを抜きん出るのはもう、 かなりの頑張りが必要だねみんなじゃあ俺もうぞむぞ,ぞの一人だったのかまあ今のところはね多分ゼロストンみたいなスタンスの人は多分今め,今めちゃくちゃいてゴーキのトレーラー見てうーわーゴーキかっけ俺ゴーキ来たら本気出すわゴーキ来たらもう見とけよみたいな人が今めちゃくちゃいるからでゴーキってその歴史があってさっき見たみたいにあのいろんな人が使えるキャラやん 使う、はい、使いただけないからみんなどっかで触ったことあるのよ、5基俺も5インストールして触りましたよ。<laughs> そう、ゼロットはちょっとあまりの浅いけど <laughs> それこそ5であのやってたとか4でやってたとか3でやってたとかゼロシリーズでやってたとかそのなんかね、魂を持ってる人が多い、ね。いや、俺あの時ゴ5基使ってたから久々にやっちゃうぞみたいな人が多い。 思い出もあるし、みんな合気に。合気多分ね、てかね、子供の時に合気使ってないやつって多分いない。じゃあ俺は、新参者か。そう、新参者として頑張っていかないと。だ本当に俺が子供、<れ>小学生の時に合気出てんけど、うん、あの、隠しキャラ出てきてんやん、合気が。うん、X とロってゲームで。うん、<う>はい。もう、あんだけ出たら使うしかないやん。子供からしたら。ああ、使うしかないね。もう、おかしいやん、かっこよさが。 他のキャラに比べての子供からしたらいい、うん、しかもしかも最強キャラみたいな感じだよはいはいはいだからやっぱすごかったよねうんいやでも俺は違うそこら辺のゴークプレイヤーと俺は違うんだ <laughs> いやー頑張ってほしいけどまあそうやそう言ってあのちょっとだけやってなんか違うなって言ってやめていく人俺はもう100万, <laughs> 100万人ぐらい見てきたからはいいさん 全然あるっすマジで格ゲーあるやるやからだから今今剣をやってるのはいいと思うでも仮に今剣がっつりやって合気やって仮にね万が一ないと思うけどやっぱ合気ちゃうなってなっても森には剣がいるからまあそうなん剣はもう鉄板キャラなんですよ剣使ってりゃストイートファイターは大丈夫っす でもさ、うん、こんなにみんな弱気だ。いやまだ強気出て弱かったことないないしいや、足早いのかな、体力低いのかなってなって強気バーンって出て、うん、なんか剣より弱くね？ってなったらみんなずっこうってなりますよ。剣より弱いなんてことありえない、強気が <laughs> いや別にそんなこともないねんだけど、<laughs> みんなもうずっこうってなり <laughs> なりますよ。いやそんなこともないっていうか剣を超えようと思ったらだいぶ強くならなあかん,ねんけど、まあいや俺はぶっちゃけ全然ある と思うねんけど剣がもう一回なくされるんで。いやー、どうだろうねう。まあ、そう、剣より弱い可能性の方が、高そうやけどな。まあ、強く出してきたら、おう、そうかそうかって感じだね。あのちゃんと強くしてきたかって感じだね。でも、商業的に考えたら動き強くした方がいいですよ。いや、もちろんね。課金キャラやしね。お金払ってるしね。 じゃ強いはうーんまあしかもゴーキはあの調整簡単なんよね正直なんでかっていうとゴーキってめっちゃ技が多いやん、うん、多いですねだからその技を一つ一つ調整することでバランスよくできるのよねうんうんうん強いけど一つの技はそんなにすごい強いわけじゃないっていう調整が可能なのはいはい、はい、例えばザンキとかダルシムをうまく調整するのって難しいやん一つ強くしたらもう一気に強くなるやんまあ確かにだからゴーキはそうじゃないから だから強キャラにしやすい。なるほどね。っていうのもあってまあ強いことが多い。あれもな<え>懐かしいなそういうの。なんかーのユンが結構もうみんな,なんかえマジイカれてるわみたいなの聞くじゃないですか。なんか他にも結構イカれキャラセスだったりなんかいろいろ聞くじゃないですか。イブのルーク本当にやばいみたいなの聞くんですけど。そ今まででの 一番やっぱ行かれてたなって思うキャラって何なんですかなんかエレナはなんか SA で回復するとかいうわけわかんないん話も聞いたんですけどまあフォー誰やろうなうーんまあ確フォーのサガットは強かったけどただ5期がいたからなフォーはまだまあ,あの A のユンは多分本当に強かったなそこでもゴーキ強いんだフォーのゴーキはもう あの知ってる孫、孫対桃地の試合とか。いや、俺、それわかんないです。合気、い、いや、ほんま、あれ、あれ、ちょっとないかな、動画。あの、全国大会の。えー、あのって、孫さん、前回は、そっチーフレーム定期だった時きですか。チフレーム定義し、スキもほとんどないし、へぇ<ー>攻めが、大き攻めがやばすぎて、合気 <laughs> の。ちょそれ、みたいな。な、ちょっと待って、出ないかな。 てかね、これ、この後のね、桃地対ネモの方が、豪気の凄さ出てたな。これ、この後もあるんですかこの後はあるか分かんないけど、この後の試合は結構、グロ画像だったね。<laughs> あ、もう、豪気やばすぎ。豪気やばすぎ映像。うん、<laughs> あ、もう、これ見てて、俺、このに会場いたんやけど、うん、あー、桃地さん。あ、でなんで、そうなぜか知らないけど、これ、マブさんがアパから、かっトんでいくという事件が起きて、見てこい。ああこれこれ全部繋がってます。これ全部コボです、これ。 出たあこれ、俺見ましたわ、はい、動画で。あ、見た、はい、終わりなんか、これ、1フレ、タ押しなのに、なんかが開発されて、楽になったみたいな。やだ、これ。そう、式っていう、その、テクニックがあって、あのー、こういうコンボがつながるようになったっていう。まあ、これ、3と限定のコンボないけど、はいはい、まあ、見えない表裏から、ああいうコンボがつながって、また置き攻めがループするみたいな。やばすぎ。 ででもあれは端に行くくまでずっと続くんですかいやえー、っと4ループぐらいやったかなでなんかスタンも溜まるあそうそう,そうスタンがあるからその後コード不能になってもう一回やられるみたいな、うん、そういう感じだねいいキャラだあこれこれこれ<あ>これもうやばかったな使ったえっこれもう閲覧注意かもしれないこれは根本さんこの時チューニ使ってたよね ちょうど見たわ、あの辻式弾キャラで。うーん。そう辻式はまじ革命やったね。辻式なかったらこのゲームは誰もコンボが安定しないゲームやったんやけど、まあ、辻式があってもクソむずいねんけど。辻式ってか、ゼロフレメオシが当たり前のゲームやったから。<laughs> 無理だ。頭おかしかったな。俺はストフォー苦手やったよね。あの、練習がすごい必要だから。戦5 0 0な,かなかい,いから、筋トレゲーなんよね、マジでストフォーって。いやもう一生トレモだ。一生トレモするゲームで。あー俺ね。 無理だわ。そう、だから俺はストフォは結構ね、苦手だった。その練習ができなくて、きつかった。<の>コンボが全然ながる。今の表裏ですか今の表裏。これが、その、まず、表裏なくても、この、号機の100機って、打撃と投げどっちも出るから、キャンミーのフーリングレーも出これ今の下段。そう、すかし下段と中段と投げで、まず、普通に3択かかるから。<laughs> 100機するだけで。 ああ、終わったーやばっかった。これで見えなくてみたいなね、この表裏がで。これで終わりっていう。ぴよって終わりみたいな。今の無敵ガードしたんですよね、100から。今のは無敵、今のは詐欺飛びだったね。あ、詐欺飛びなんだ、あれ。早すぎだろ、これ。もう常にたく。